優勝戦2号艇の沖津愛選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。準優勝戦は1コースからコンマ13のスタート逃げての1着で輸出ということになりました。順位振り返っていかがですか？うん、まあちょっと風がお迎えになったんで、まあスタート決めて良かったです。はい、はい、今節節間を通してなんですが、全検日に沖吉選手が出ているとみんなが言ってたんですが、ご自身としてはどんな一節でした？ まあ良かったですけどね、まあ皆さん出してきたんで今は優勝戦のメンバーはほぼ変わらないかなっていう感じです。はい、今節は何人かが出てるなという感じでしたが、その中のお一人ではありますね。と思いますね。まあ池永とは変わらないぐらいですかね。はい、はい。タイプとしてはここに力があるとかっていうのはありますかまあないですけどね、ちょっとまあプロペラ、今日の順位はちょっと合ってなかったかなっていう感じだったんで、はい、まあちょっと明日 調整しようかなと思ってます。はい、この12レースというのはしっかり合わせないとちょっと違ってきますもんね。まあちょっと10になると気温がぐっと下がるんで、その辺の調整だけだと思います。はい、はい、では足としてはもう似たような感じで、優勝戦のメンバーは出ているとそうですね。はい、2> まあ2コースなんでね。まあ、雲呑の引き波にはまらないようになんとかって感じだと思います。わかりました。 今年はこれがガ10回目の輸出で3回目の優勝がかかる一戦ですファンの方に一言お願いします、はいえー、一番がミスったら突きつけるように調整したいと思いますおっしゃいください